人と人の出会いには偶然と必然が織りなす物語がある。ニーズとシーズが同じ空間、同じ時間に出会い、イノベーションへとつなげる。マッチングハブは、同じ意思を持った人たちが集う。ビジネスの種をビジネスの芽へと成長させるために。私ども北陸先端大は創立以来世界トップの研究を展開し、その研究を背景とした人材の育成と社会への貢献に取り組んできました。特にこの社会への貢献の中で北陸地域の活性化を目指してマッチングハブというイベントを始めたわけです。日本の企業の 99.7% がいわゆる中小企業に分類されています。でこういった企業の多くがというかほとんどが、日本各地域地方にその拠点を置いています。ですから、日本の本当の意味での地方創生、各地域の活性化を考えた場合、こういった企業をどれだけ元気にできるかということがとても重要なことになっていきます。社会全体を考えて一社ごとではなくて、それを全体を活性化していくということになりますと、やはり何らかの少し構えた仕掛けが必要かと考えてまして、それが今回こうやってお話をしているマッチングハブにつながっています。マッチングハブはニーズとシーズの収集から新製品・新事業のイノベーションへとつなげることを目的に2014年度から始まりました。マッチングハブ金沢からマッチングハブ北陸へとスケールアップする中で、独自のコンセプトを活用し全国に広がっています。マッチングハブの特徴は3つあると考えています。1つ目が幅広い分野の企業、それから大学のニーズ、シーズの出展があることです。北陸3県が中心になっているんですけれども、全国から出展があります。で、異業種、それから異分野の交流の場でもあります。で、2つ目が出展者同士のマッチングが中心になります。これがマッチングハブの最大の特徴になります。また URA の当日のマッチング支援ということもやっています。で、最後に3つ目になりますけれども、産学官金連携の育成支援としまして、自治体、それから支援機関、そして金融機関からの出展もあります。URA の活動とかその役割みたいなところは結構明確な形で取り組みがしっかりできてきているかなとは思うんですけれども、あとは出展者の方にもすごくマッチングハブのコンセプトっていうのは分かってきていただいていて、皆さんでイノベーションを起こすんだというようなモチベーションのもと、もっと活性化できるような場になれればいいかなとは思うので、そういった仕組み作りっていうのはいろいろとトライアルしていきたいかなとは思います。マッチングハブの中での URA の役割っていうのはまた特徴的でして、だいたい年間で300社、多い時は500社ぐらい URA が会社に訪問してですね、ニーズですとかシーズを把握して帰ってくるというのが大きな特徴かなと思います。マッチングハブというのは出展者同士の交流っていうものを重視しておりまして、例えばですけど展示ブースの配置とかですね、同じ業種に固まってしまうと展示会としては見る側は便利なんですけれども、今までなかったような交流っていうことになると、やはり業種をバラバラにするとかですね、産学官金の立場をごちゃ混ぜにするっていうところが他の展示会とは違うぞというところで好評を得てるかなと思います。マッチングハブに出展した頃からですね、ちょうどそのタイミングで
製造業向けの省人化設備の受託開発サービスというものをやっております。 LPWA という通信規格で、遠隔で降雪雪の状態を監視するシステムを作ってたんですけども、その時に出展者の中にですね、和歌山大学の先生がいらしたんですね。まあ、同じ内容の出展をされてたんですね。で、まあ、お名刺いただいたところ、政府の宇宙政策までやってらっしゃる方で、で、まあ、お声掛けいただいて、それから東京の方で勉強会をするんでどうですかっていうことで、名だたるメンバーがいらした中で、私も大変恐縮しながら勉強させていただいておったんですけども、私にとって、会社にとってですね、新しい事業としては大きなメリットになったと考えております。まず私の研究は高分子化学をバックグラウンドにしまして、医療メディカルに応用するようなバイオマテリアルの研究をしています。マッチングハブですと、どちらかというと企業と大学がまあ対等な形で、どちらもシーズを出し合って、もしくはニーズを求めてくるようなところですね。なので私としては、その自分たちの技術を企業さんに興味持っていただけるというような使い方ができて非常に良かったと思ってます。まあ、今はもうグローバルな世界ですので、地方だからダメということではなくて、北陸の企業、北陸の大学がですね、一つのそのテーマを持って活性化のためにこれから手を取り合っていくというのはできるのではないかと考えております。未来という大地にどんな種をまき、どんな芽へと成長させていくか、マッチングハブに集う一人一人が主役となって、今年もまた新しい物語が始まります。